はい、こんにちは、こんばんは、白銀の鳩です。今回はお知らせの方でいろいろな情報が出たので、それについて見ていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ではもう早速やっていくんですが、今日ね、2月4日に宮城でウィンターパーティーが行われていたんですが、ここの情報をおさらいしていくっていう感じですね。はい、では早速見ていくんですが、こっちには書いていなかったようです。下側から見ていきましょう。カルデア広報局ウィンターパーティーによる新情報を発表いたしました。以下発表した情報の一部をご紹介します。まず一つ目なんですが、石10個配布ですね。ありがとう。石10個もらってガチャしましょう。以上で、次ツイッターキャンペーンですね。ここも、そのままリツイートキャンペーン成功したので、達成したので、6個もらえるよという形です。なのでこの時点で石が16個もらえるよっていう状態ですね。で、次ここっすね。はい、イベント、バレンタインイベントがついに来ました。ヨハンナが実装されるということで、実際バレンタインは来るんだろうなと予想はしていたんですが、まさかヨハンナが来るとはねっていう、正直なんか6.5章かで謎のね、アーチャーいたんで、そっち系も来るのかなって思いきや、普通にヨハンナが星5サーバントでドーンってきたんで、ちょっとびっくりしてます。はい、びっくりしてると同時にルーラーですね、確か書いてるかな。あ、そうですね、星5のルーラーとして、実装されるということで、また新しいナグルーラーが実装されるのか、はたまたちゃんとしたルーラーが実装されるのかはわからないんですが、ちょっと楽しみにしてるっていう感じです。それと同時にやっぱね、このイベントですね、ヨハンナと同時に星4とかで、謎のアーチャーとかがいる可能性もあったりするので、ちょっと怖いなって思ったりしてます。ただ多分星5サーバントでヨハンナだけが実装になるかなと思ってるんで、気になる方はヨハンナのためにガチャ金するなりするっていうのもいいのかなと思います。で、イベント開催予定なんですが、2月17日ということで、2週間後って感じですね。今日は2月4日なので、だいたい2週間後です。で、イベント参加条件は冬季をクリアしたマスターのみが参加可能となってます。ただアドベンチャーパートは2部3章までの内容を一部含みますと書いてるんで、そこだけ注意必要かなと思います。ただこの子自体 6.5 章で出てきたサーヴァントとなってるんで、多分 6.5 章のコンスタンティノスとかそこら辺もなんかチラッと匂わせあるのかなとか思ったりしています。はい、ただ2月17日なんですが、自分コラボの予定が入っているので、開幕早々イベント攻略っていうのはできないんですが、いつものバレンタインイベントだった場合、周回効率マッズとか言いながらなんかグダグダイベント回ると思うので、はい、それ以外の解説動画ですね、そこら辺はコラボまでに上げれたらいいなと思います。はい、頑張ります。で、次、イベントの概念霊装ですね、それが公開されましたというやつです。で、今回ね、清少納言のやつになっているんですが、去年が確か紫式部がオフィスでチョコあげるみたいなやつだったんだけど、今回は清少納言が学園でチョコをあげるという、シナリオが、ストーリーが展開されてってる、うおーっていう感じなんですが、個人的にめっちゃ好きです。はい、後ろっ側のね、式部さんがね、パッてなってるのが個人的にめっちゃ好き。なんかこれ去年も言ってた気がするな、手前の子よりも奥の方が可愛いって言ってた気がするんですが、これね、ガチャさんではなくイベントにて入手できる概念霊装となっているんで、欲しいなと思う方は必ず凸するというのでいいんじゃないかなと思います。そして2部7章の、ナオイ・ミクトランの新規ナレーション CM 追加ということで、新しく追加されました。CM の内容は変わっておりません。ただ、CM のボイスですねが新しく変わっていて、今回カマソッソが、ボイス担当しているということで、気になるなという方に関しては見に行くというのでいいんじゃないかなと思います。はい、で、ナオイ・ミクトランとかのそこら辺の情報がいろいろありつつ、第8回ユーザーアンケート実施のお知らせということで、2月4日から2月28日、今月いっぱいまでユーザーアンケートしますよというやつです。これに関してなんですが、去年本来だと1月にあったんですが、多分1月ね、2部7章で忙しかったということで、2月に変わったという感じになってるとは思うんですが、ここら辺に関しても回答しておくとね、予備符4枚入手できるということで、とりあえず
やっておけばいいかなと思います。はい。で、自分に関してはこのユーザーアンケート答える配信とかやっていこうかなと思うんで、まあ気になる方は見てね、それ参考にしてやってもらえたらいいかなと思います。はい。ただね、これに関してね、ユーザー ID 知ってるとね、勝手に回答されるとかいうね、よくわからないねやつがあったりするので、そこだけ注意必要かなと思います。まあ多分今日の配信ユーザーアンケート答えようっていう感じになるかな。で、次、2023年ゴールデンウィークコラボレーションイベント開幕決定ということで、今回はフェイトグランドオーダーアーケードとのコラボとなります。はい。まあ知ってた、うん、謎丸がいいなとかグダグダ言ってたけど、まあ実際アーケードか、まあ強いて言うならフェイクくらいかなとか思っていたんですが、まあアーケードが今回コラボされるということで、まあどうなるのかって感じですね。まあ一応自社コラボっちゃ自社コラボなんで、まあ漫画家みたいにあまり期待しない方がいいのかなとか思ったりはしているんですが、まあやっぱアーケードでの実装サーバントですね、まあアーケードでのみ実装されている、まあセタンタとかドラコとか、それ以外で言うとティアマトとかシータとか、まあいっぱいですね、に関してが実装される可能性があるので、ちょっとそこは気になってるポイントになるかなと思います。はい。まあ完全的な新規サーバントがポロってくる可能性も十分にあるんですが、まあちょっと望みとしてね、プーリンがね水着で実装されているので、そのこと考えたらもしかしたら今回のアーケードコラボで何らかしらレイしかり新規サーバント、アーケードさんのサーバントが実装される可能性があるので、まあそこは楽しみに待っていればいいんじゃないかなと思います。で、まあアーケードの情報でなんかいろいろあるよって感じなんですが、あ、ノアとかもいるよね。まあそういった意味ではそこら辺ちょっと気になりますが、まあ楽しみに待っておけばいいんじゃないかなと思います。で、ウィンターパーティーのインフォメーションでオフィシャルグッズとか、まあいろいろあるよってなってるんで、まあ気になる方は、買えばいいかなと思います。あれ、コマンド T シャツ復活、 T シャツか、俺パーカーが欲しいんだよなとか言いつつも、まあいろいろと気になる方は買っておけばいいかなと思います。あ、グッ様のぬいぐるみチャーム出るんだ。へえ、ちょっと買うかもしれない。で、次回の会場ですね、ウィンターパーティーに関しては大阪という形になってるんで、気になる方は大阪行ってみればいいのかなと思います。自分は家の都合上行くことができないんでちょっと悲しいです。で、ショートアニメですね、藤丸リツカはわからないが毎週火曜 FGO の公式ツイッターおよび YouTube チャンネルにて配信予定となっております。はい。毎週配信されるということで、2分の確かショートアニメだったはずなんですが、まあ1話2話とか気になるよっていう方は、見てもらえればいいかなと思います。めちゃくちゃ面白いです。まあギャグっていう感じで見れるんでね、すごいいいかなと思います。はい。ということで、いろいろ情報を見てきたんですが、こんな感じですね。で、まあ一応バレンタインイベントの詳細みたいなのがあったりするんですが、まあこれはいつも通りのやつですね。まあ軽いこんな感じがあるよってやつです。で、まあバレンタインと言っていますが、2月17日開幕予定ということで、バレンタインは終わっております。いつも通りです。で、ユーザーアンケートですね、ユーザーアンケートに関しては公式サイトから、答えることできるよということで、まあここですね。で、回答することはできないんですが、ネットとかつないで、ブラウザとかつないでちゃちゃっと回答していくというのでいいんじゃないかなと思います。はい。以上ということで、宮城のウィンターパーティーの情報を振り返ってきたんですが、こういう形となっております。まあ新情報結構いろいろ出たので、はい、2部7章終わってない方はこの期間中に進めるなり、まあもしくはね、一回置いといて石集めるなり、まあ好きにしてやっていくというのでいいんじゃないかなと思います。僕は沼らないように祈ります。はい。では最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。